エスナ、またはイスナは、エジプトのルクソールから55キロメートルほど南のナイル川西岸に位置する町である。古代エジプトではユニト、またはタイコールセネト、ギリシア語ではラトポリス、ポリスラトン、ラットン、ラテン語ではラトと呼ばれていた。クヌムの神殿、クヌムの神殿のレリーフ。ライオンの頭を持つ妻ネートとクヌム自身が刻まれている。 神殿の壁のレリーフ、ラトポリスという地名は、ナイルパーチの学名レイティスナイロタカスと関係が深い。ナイルパーチは、ナイル川に住む52種の魚の中で最も大きく、古代にはこの近辺に多数生息していた。彫刻の題材としてもよく見られ、女神、ネートの象徴の一つとして、王権や神聖を表す、卵型の盾、または、 かで囲んで描かれることが多かった。生贄として捧げられた、レイティスナイロータカスは、町の西にある墓地に埋葬された。ラトポリスの守護神は、クノム、ネートと彼らの子であるホックの御柱だったと見られている。エスナの神殿は、この御柱の神々に捧げられたもので、その建築の美しさと壮大さは、特筆に値する。現在には、 赤みがかった砂岩が使われており、6本の柱が4列、並んだポルチコのそれぞれの柱の中東は、ハスの葉型で、しかも柱ごとに、中東の形状が微妙に異なる。エスナから南に1 2トルほど行ったところに、ほぼ同時代の神殿が見つかっているが、その上に、町があるため発掘調査されていない。エスナから北に2トルほど行ったところにも、 ラトポリスの見柱の守護神の昇神殿がある。その近くには、フトレマイオス三世の時代の王道十二星座の昇神殿もあった。しかし、校舎の建物は19世紀に新たな運河を建設する際に取り壊された。エスナーの神殿は19世紀中頃に中に充満していた土やくずを取り除かれ、綿の倉庫として使われていた。 神殿の入り口の脇柱はトトメス2世のものだが、それ以外の部分はすべてプトレマイオス朝やローマ帝国時代のものである。プトレマイオス3世は上、エジプトで多くの神殿を修復している。ラトポリスの神殿の壁にもその姿が描かれており、その後ろでライオンがプトレマイオス3世の敵に襲いかかろうとしている。プトレマイオス5世の名元口に刻まれている。 遺跡の大きさは印象的だが、その彫刻やヒエログリフは、エジプト美術が衰退しつつあったことを示している。西側の壁には、プトレマイオス6世とプトレマイオス8世のレリーフがある。中央に一つだけ入り口がある様式は、江戸府の神殿に似ている。この現在の姿で再建されたのは、クラウディウス帝の地世以降のことで、ウェスパシアの住み角の頃に完成した。 ウェスパシアの住み角の名や肩書きは入り口の奉納名に刻まれている。入り口の天井にはやや大きな王道中に偶図がある。皇帝下駄の名もヒエログリフで書かれているが、部分的に兄で暗殺者のカラカラが消している。それでもこの神殿に書かれた最後の皇帝の名であり、読みやすい。ローマ人たちは神殿の再建にあたって従来の神殿の基礎部分から除去したと見られている。 不当と神殿等を結ぶ、儀礼用の道はこの頃にはなくなっていたと見られる。不当には、マルクス・アウレリウス・アントニノスのカルトゥーシュがある。町の西にある墓地には、レイティス・ナイロ・タカスが埋葬されている。また、エジプト中央国時代から、末期王朝までの人間の墓もある。夕暮れの神殿エスナの神殿は、古代エジプト人が、礼拝所をどれほど重視していたかを今に伝えている。 神殿の領域に入ると、礼拝の純粋さについての厳格な規則を守ることを要求された。エスナーの神殿の壁に刻まれた名文によると、この神殿に入る者は、手足の爪を短く切り、体毛をすべて反り、ナトロンで手を洗い、アーザブの服を着用し、事前に数日間の禁欲を要求される。肛門ナイル側に席を兼ねた橋が二つかかっている。 そのうち一つは1906年にイギリスが建設したもので、エレクトリシティブリッジと呼ばれる方は1990年代に建設された。ルクソールから 155km ほど上流のアスワンに向かう観光クルーザーは、この席の肛門で数時間待たされることがある。エスナーの観光の目玉は、観光客向けの市場と神殿である。 神殿はまだ完全に発掘が済んだ状態ではないが、ナイル側から内陸に200メートルほど入ったところにあり、周囲の通りよりも9メートルほど低いところにある。ありがとうございます。